フィルステンベルクは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン郡南部に位置する、町村でザムトゲマインデボフセンを構成する自治体の一つである。この町は、ヘクスター、ホルツミンデンの近くのベーザー川沿いの、ベーザーベルクラント地方に位置している。1747年に設立された、フィルステンベルク磁気製造所はドイツで2番目に古い、磁気工場である。 1747年、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル港、カール・イッセイは城内に磁気工場を設けた。これはおそらく遠征後に行われた。冷戦の時代、フィルステンベルクとボフセンとの間に、ケルン・バイデンのベルギー第一軍団のための火薬、燃料倉庫が設けられた。この倉庫は1994年まで存続していた。 1996年のこの町の人口は1338人であった。プロテスタントイコールルター派教会はフィルステンベルクの町の中心に教会を有している。この教会堂は1899年に建造されたものでロマネスク様式によっている。この町の議会は11議席からなる。男子体操クラブフィルステンベルクフォン 1888EV は 約530人の会員を要するこの町最大のクラブである。会員は以下の種目に分かれている。サッカー、体操、バレーボール、ダンス、テコンドー。一年の間には多くの行事がある。例えば、伝統的なスポーツ週間やサッカートーナメントのフィルステンベルク坂などが行われる。2008年12月10日にこのクラブは120年を迎えた。 5月30日から6月1日に住民祭が開催される。フィルステンベルク城主領の城であるルネサンス様式のフィルステンベルクはかつては一部が磁気工場となっていた。現在は磁気博物館が入っている。ありがとうございます。